はい、ロハス TV の時間がやってきました。ちょっと、こうか、この辺でね。はい。で、これで今、白井さん来てくれまして、ライブ配信をしてます。皆さん、見てる人がいるかどうかわかりませんので、ちょっとチェックをさせていただきます。で、Facebook をこう、ね、開くんや。はい。で、僕のところのページをこう開きます。はい。そうすると、もうこれライブになってます。はいはいはい。ね。ここにライブも配信になっとんで、こういうふうに、はいはい、でまだ誰も見てませんけど、見たらここに1とか2とか言って出るんですよ。はい、だから白井さんもこうライブをちょっとやってみようということで、はい、今日はですね、はい、はじめまして、はじめまして、また私、ウカと申し、こちら、はい、どうぞ自己紹介お願いします。白井誠と言います。この前、宇川さんの YouTube に、1回出させていただいて、その漫画が完成したので、ちょっと今日は相談に来たところなんですけど、いきなり、はい、ライブ配信と出てみないかと言われまして、はい、はい、こういう流れになりました、はい。はい、よろしくお願いします。もう、だらだらといきますので、もう見ても見なくても、これだけ残しておきますね。はい。はい、今日の、ご相談はですね、その漫画、どんな漫画ですかね。あ、もう、子育てしていくにあたって、まあ、まず妊婦夫婦さんに見てもらっておきたい漫画です、うん、はい。まあ、内容は本当に僕は育休も取って1年間、まあ、今双子の育児をしてるんですけども、まあ、子供が生まれてから育休1年間取らせてもらって、その間にやっぱ感じたことがありまして、はい、で、まあ、本当に女性が子育てするのにすごく大変な時代になってるなっていうのは思うので、うん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 、少しでもこう楽に子育てがしていってもらうことができたらなと思って、この漫画を、世の中に広めていきたいなと思って今活動しています。はい、はい、で今日のご相談、宇川コンサルティングにご相談は何でしょうか。今日は無料でさせていただきます。ありがとうございます。はい、本当にそうですね、やっぱもちはのことに聞けみたいな言葉がありますけども、はいはい、やっぱり僕はちょっとまだまだ経験が浅いので、その漫画だったりとか、まあ、実際紙媒体にしたものだったりとかをどのように世の中に、広めていったりとかそれとか、うん、まあ、実際に依頼が来た時にじゃあそれをどういうふうにお届けしていったらいいのかなとか、あとまあ出版社の選び方だったりとか、そこら辺が全く分かっていないものですから、SNS で これぐらいはちょっと、皆さんに、届けるようにしたいとか、そういうぼやっとしたものは決まってるんですけども、それを具体的にこうしていこうっていうのを実は今日お母さんに相談しに来た次第でございます。わ、はい、かりました。はい、じゃあちょっと角度こうか、いろいろ、はい、これでいいわ。ね、ちょっと待ってよ。はい、だからあ、そっか、これのホワイトボードがあります。ホワイトボードがありますよ。はい、何でもありますよ。はい、いやでも本当、こういうライブ配信やってみたいなと思いながらも初めてもうすぐ撮るんだよね。そうですよね、来てから10分、はい、とかで、ね、もう何にも打ち合わせなしですぐしますよ。はい、はい、それで、その漫画が出来上がったので、はい、漫画をこうどういうふうに広めたいのかっていうことなんですけど、はい、やっぱり広める時に、はい、誰ターゲットっていうのがあるんですよ、はい、それと誰にどこで何をどうするという 5W1H なんですけれども、はい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 、そこがしっかりとしていかなんだいかんし、はいはいはい、あと何のためにこれを広めるのかっていうこと、はいはい、ここがポイントなんですよね。はい、その辺ちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、誰に広めていきたい、まずは何のためにっていう、うん、何のためにというと、うん、やっぱこれから子育てをしていく人たちが少しでも、うん、ストレスを少なく、子育てに取り組んでいってもらえるようにと思って、うん、しております。うん、はい、子育てする人のストレスを軽減するということですね。はい、はい、で
誰に呼んでもらいたいんですか。あのそれに関するのは、はい、子育てする奥さんであったり、はい、旦那さんであったりっていう、はい、こう当事者っていうのもあるんですけれども、はい、その周りの、はい、うん、友達であったり、そのもっと親であったり、誰に知ってもらったらいいんだ、それとも例えば企業の上司であったり、うんうんうん、いろいろあるじゃないですか。なるほど、確かに、もう本当僕が素直に思ってたのは、もうこれから生まれてくる妊婦夫婦さんに、呼んでもらって、もうこの漫画をテキストのように使ってもらえたらなとは思ってたんですけど、ちょっと先ほどこうパッと言われたことでちょっとアイデアが広がるような感じが、はい、ありました。ありました。はい、はい、はい、うん、やっぱりあの、うん、企業さんだったりとか、あのこれから育休とかを、やっぱ取っていく人たちが増えていくと思うので、例えば管理職の人だったりとか、そういう人たちが、うんうん、やっぱり理解していた方がいいと思うんですよね。うん、そういう人たちも、あ、この漫画読んどくことによって、あ、男性はじゃあそういうことをやれば妻の負担を確かに減らせれるかもしれないなと、ただ単に育休イコール休む、仕事を休むで家にいるじゃなくって、うん、休むことによって、これをすることによって妻が幸楽になるから、その後々の夫婦関係もいいママの状態でいれるかもしれないなってイメージさせて、うん、してもらえるかもしれないって今ちょっと思いました。だからほら、はい、何のために言ったら子育てでストレスを減らすということが目的なんだけども、はい、そのためには育休を取るというようなこともこの漫画に入ってるわけですか。入ってます。ということは育休を取らせてくれるのは誰なんですか。育休取らせてくれるというか、まあ、もちろん会社の方に、申請したら取る権利はあるんですけども、よく聞くのがやっぱり会社の人数が少なくてとか、やっぱそれで言いにくいだったりとか、うん、やっぱ夫婦間の話し合いがきちっとできてなくって、あのたとえ休んだとしても役に立たないんじゃないかとか、うん、そういうふうにやっぱ思ってしまう女性だったりとかもいると思うんですよね。だから、はい、まず育休を取るということは会社を休むということやから、はい、会社の理解がなかったら取らせてくれないっていうか、はい、まあ取れる、法律的には取れるかもしれんけど、はい、なかなかその辺が、抑圧的に取ったら、うん、取るんはええけど分かっとるやろうなっていうとこもあるじゃないですか。多分ね、ね、言いにくいことではありますけど、あるとは思うんですね。で実際そこまでは、はい、思ってなくても、はい、そんな話し合ったことないから、はい、もう取ったらなんか折りづろなるよなというふうに自分が思い込んでしもとる場合もあるじゃないですか。そうですよね、はい、うん、そうなんですよ。であえて企業の方も、はい、取れよ取れよ、まあ、せいぜい有給休暇取れよっていうふうに最近だったら、はい、僕らの頃は有給休暇あっても、はい、あるだけで、はい、取ったらいかんよというオーラ出しとったわけですよ。実際されてるな。はいはいはい。OK、やっぱりカツカツでやっちゃうから、はいはい、そうですよね。はい。一人何役もやってないんで、一人、はい、例えばこの経理を任せとったら、はい、この人がおらんになったらもう分からんわけや。ですよね。全く畑違いのことを任せないといけない。うん。ほんなら白井君ちょっとやってくれるかいとで、いや僕営業なんでできませんよ、うん、なるじゃないですか。そうですよね。ということは、はい、やっぱり企業の方に、はい、まあ、休むかもしれんので、はい、白井さんにもちょっと教えとって、白井さん 0.3 ぐらいは知っとってもらわないかん体制を組むように会社側がしていきょらんかったら、はいはい、到底育休なんか無理なんですよ。確かにそうですよね、うん、人数がやっぱこう少なければ少ないほど一人一人の役割だったりとかも大きいと思いますし、うん、で中小企業でっていうのは日本のほぼほぼ90%何%が中小企業なんですよ、はい、だからある程度カツカツでやってるのが現状なんですよね、はい、でましてコロナで今もうどういうんですかね、もう売り上げも上がってないけんそんなに余裕がないっていう、はい、そういう中で育休の問題っていうのを、はい、こうやっていかなんでいかんので、やっぱりそのあたりでこう企業の人にもある程度理解をしてもらうのでいかんような役割を白井さんひょっとしたら働きかけなんでいかん可能性もありますよ。確かにそうですね。
なんかもう権利だからっていう問題だけじゃなくて、やっぱ会社側の人たちの気持ちも考えて活動していかないといけないということですね、うん、お互いに権利の主張し合うと、うん、そうですね、はい、当然白井さんはすごくこう育休の人に向かって権利なんだから取りましょうとか言ってやっとった時に、うん、はい、それを受けて、私は権利があるんだって言って会社の方とぐっとこうセッションした時に、そうですね、はい、こっちはそんな状態で、うんうん、お前権利ばっかり主張しちゃった、ちょっと待ってくれよと、はいはいはい、ここがこう何ですかね、こう手をつなぐ前に、はい、権利の主張の試合になってしまうと、うん、泥仕合になるというか、確かにそれはありえますね。ここら辺はどういうふうに、そこまではこの漫画に関しての、はい、何ですかね、はい、まあ、こちら側の意見としてはあるんだけれども、はいはいはい、うん、ここもちょっと救いの手を手を差し伸べたらあまりにも大きすぎるからあれなんかなと思うけど、僕はちょっと片手落ちのような気もするんですけど、どうでしょうか、はいはいはい、うん、僕はこの漫画で語っていることは、あの、まあ、3つはまずね、はい、やっぱ抱っこできるようになるっていうことと、はい、それと、あとおむつ交換ができるようになるっていうことと、それとミルクを飲ますことができるようになるっていう、この男性が、まあ、あの育休を実は取らないにかかわらず子供ができたらこの3つを最低できるようになりましょうっていうのが一番のこの漫画の肝ではあるんです。ほらもうそれに絞った方がええんじゃん。そうですね、今子育てのストレスを減らすとか言って、あ、はいはい、あの休み取るいう方に流れていったね、はいはいはい、話があまりにも社会的に問題になってしまう時だけ、男性も子育てに参加しようということですね。そうですね、あの簡単に言うと、はい、一番の根本的なところはそこから始まってます、この漫画は。あ、これはもうごめんなさい、ちょっとあまりにも大きい問題な実はあの1,2,3,4,5ってあるとしたら、うん、育休は最後の5の部分で話す部分だったんですけども、あ、ちょっとお母さんとのこの話し合いの中でこういきなり1から5に飛んだみたいな話の流れになりまして、あ、はい、男性も子育てに参加というところですね、はいはいはい、そうですそうですそうです。ほんならもう これにやると誰にっていうことで、はい、もうやっぱり妊婦夫婦でいいんですね。そうですね、まあ、はい、あの本当に大事にしてもらいたいのが、うん、あのよく男女の、じゃないの、女性の愛情曲線っていう話がありまして、うん、出産直後にあの男性の態度によって二極化しますよってい う, こう棒グラフがあるんですけども、うん、あの部分を見た時に確かにその通りで、まあ、生まれた後の1年とか2年3年っていうあの男性の態度がものすごく大事だと、うん、でもその生まれてくる前の妊娠してから生まれてくる時までのこの期間どのように過ごすか、うんうん、だってどのように、まあ、ちゃんと心構えだったりとか準備をしておくことが大事っていうことを実はお伝えしている漫画なんです ね, そうなんですね、はい、なんで生まれてきてから話し合いじゃなくって生まれてくる前に話し合って、じゃあ夫婦としてこうやってやっていこうっていうことを、うん、あの話し合っておくための、なんだろうな、こう、まあ、その話すきっかけとしての、使ってほしい漫画なんですね、うん、はい、なので、まあ、誰にっていうことは妊婦夫婦っていうことになります。はい、はい、あのね、はい、チャット GTP って知ってます？ああ、はい、だからこれ聞いてますまたまたいろんなもの言えますね、深田さん。男性も子育てに参加してもらうためにはどうすればよいですかと、はい、いうことを、はい、コンピューターに聞いてみましょう。はい。はい、あら、まだ英語が出てる。待ってくださいよ。はい、チャット GPT、確かに、うん、あのお話には伺ってますが、僕まだ使ってなかった。ですか、はい、ちょっとキーワード的に出てきにくいとかあるんですかね。なんですかね、今ちょっとエラーが出た。あ、そうなんですね、うん、おかしいな。いや、
けど。何でもやってみなんて関係ない。そうですね。やっちゃうんですけどね。はい。ちょっと今、割とね、これ、通じん時があるんですよ。あ、そうなんですね。うん。ちょっと話しててください。え、あの、ちょっと、これライブなんで。ライブで、はい、はい、うかわさんがちょっと退席して、そしてチャット GPT の方に、はい、あら、行かれたところなんですけど、あ、ちょっと一人、見てくださってるみたいですけども、はい、まあ、僕自身があの今日、うかわさんのところに来たのは、本当にあの、まあ、順番的に、まあ、漫画のちょっと、紙媒体でのこう販売の仕方だったりとかちょっと分からなかったので、それをちょっと聞きたいなと思って、あとはもうやっぱ順番的にもう今日本当にアウトプット、させていただくんですけども、まあやっぱ名刺もちゃんと作り直さないかなっていうふうに思ってたりとか、あとこう漫画を、まあ、僕はあの母子健康手帳が配られる時に一緒に僕の漫画のチラシも渡されるようになっていってほしいなと思っているので、それをまず香川県の中でできることをやっていこうと思って今やっていってるんですけど、まあ、その漫画のチラシとかもちょっと作らせてもらっていたりとか、まあ、あとはそうですね、まあ、やっぱちょっとインスタグラムをやっぱ見られる人が多いと思うので、それに関してのちょっと作り込んでいって、動線作りをしていきたいなと思ってたりします。あとは、まあ、チラシとか漫画を貸させてもらうための営業をちょっとやっていったりとか、必要に応じてスピーチや講演を、していったりとか、共感してもらえる人と協力し合って、お互いのやってることを、拡散していったりとか、していきたいなと思ってます。はい、こんな感じですけど、お母さん大丈夫でしょうか。ちょっとやって、もうこれで失敗したらちょっとチャット GPT が諦めちゃって、はい、あ、はい、やっぱちょこちょこバグとかなんか出たりするんですね、うん、まだあの次こそ聞いてくれ。男性にも子育てに参加してもらうためにどうすればよいですか。できた。はい。読んで。男性に子育てに参加してもらうためには以下のようなアプローチが考えられます。シェアリングを促す。子育ては女性だけの仕事ではなく、パートナーと共有すべきものです。男性にも育児や家事を分担してもらうためにパートナー同士で話し合い、育児・家事の分担を明確にしましょう。家族でのタスク分担表の作成や定期的な家族会議を行うことで、男性にも子育てに参加する意識を持ってもらえるかもしれません。結構出ますね。どうですか、もうコンピューターが考えてくれるんですよ。すごいですね。質問に対してこう一瞬やろ。はい、どんどん読んでください。はい、2番は動機づけるっていう話ですけども、はい、男性が子育てに参加する理由やメリットを説明しましょう。例えば子どものコミュニケーションを深めたり、パートナーとの関係を良好に保ったり、家族の幸福度を高めたりすることができるということを伝えることで男性のモチベーションが高まるかもしれません。3番がバランスを取る。男性が仕事と家庭の両立をしやすい環境を整えましょう。例えば柔軟な勤務時間制度や育児休業の所得がしやすい制度などを導入することで、男性が子育てに積極的に参加しやすくなるかもしれません。4. 模範となる。最も重要なのはパートナーが良いモデルを示すことです。男性が子育てに参加しやすい環境を作り、自ら積極的に子育てに関わり、育児や家事を分担することで男性が参加することの意義を示すことができます。
これらのアプローチを取り入れることで男性にも子育てに参加してもらうことができるかもしれません。ただし個人差があり、全ての男性が参加するわけではありません。パートナー同士がお互いを尊重し、最適な方法を見つけることが大切です。はい、はい。まあ、こんな形で、はい、まあ、これ男性側からの質問で、男性を子育てに参加させるためにどうしたらいいかという質問にチャット DTP が答えてくれたんですけれども、はい、この中でやっぱりこう2番目の動機づけるっていうところですね、はい、だから漫画なんかはその動機づけになるということですよね、はい、うん、そのために作ってるというような状態になるんかなというふうに今思ったわけですよ。はいはいはい。だけどチャット DTP はこれ全部を分かるわけじゃなくて、うん、こう気づきを与えてくれる道具なんですよ。はい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 。で、あ、漫画って動機づけのために作ってるんやなっていうことを改めてこう再確認して、うんうんうん、じゃあ動機づけをどのようにしていくかっていうことが今日のテーマやと思うんですよね。はい。うん。ああ、なるほど。なんか、あれですね、3人目の人みたいな。そうなんですよ。ねえ、ですね。うん。なんか、はい。ググればいいわと思っとったけど、まだちょっと違うんです。ググりとは違うんですよ。うん。これが、あくま、もう、特に個人事業主とか、はい、一人でやってる、二人でやってる程度の人は、社員を増やすことが今できないわけです。はいはいはい、はい。で、この辺から失礼になったんだけど、産休がないので、はい、チャット GTP さんは。はい、ですよね。はい、24時間。24時間頼ってくれて、はい、ありがとうございます。そういう人を、個人個人が、昔ね、はい、パーマンとか、ドラえもんとか、はいはい、自己不良がやってたんですけど、はい、これがこれなんですよ。パーマンの自分の分身ロボットがあったんです。はいはいはい、鼻をしたらね、はい、キュッとなるやつ、はい。そんなんとかドラえもん。あ、これ助けてくれるんです。確かに。いよいよそういう時代になってきたんですよ。Google って結局自分で選んでポチッと押さないといけないですもんね。うん、だけどこれは質問すれば、例えば、こう、これもね、例えばもうマイクで、はい、子育てを、の、きっかけを、男性の、作るために、子育ての漫画を作りました。それを広めるためにどのようにすればいいですか。はい、ちょっと聞いてみましょう、チャットさんに。はあ、なるほど。うん、ということで、いいですかでちょっとクエスチョンして、で、はい、チャットさんに聞いてます。うわ、すごっ。ほんまに会話ですね。はい。まず最初に、素晴らしい取り組みですね。素晴らしい。いやいやいや。以下に漫画を広めるためのいくつかの方法をご紹介します。1、ソーシャルメディアを利用する。SNS やブログ、YouTube などを使って漫画の紹介や内容を解説する動画を作成しましょう。また Twitter や Instagram のハッシュタグを使って漫画を紹介することに有効です。広告費をかけずに多くの人にリーチすることができます。ブログやウェブサイトに搭載する。自分でブログやウェブサイトを作成して漫画を掲載することもできます。また子育て関連のウェブサイトやブログに連絡して漫画の、掲載を提案することもできます。書店やイベントで販売する。地元の書店やイベントなどで漫画を販売することも考えられます。また子育て支援の団体やイベントに出展して漫画を宣伝することもできます。などなど。でしょ。だから、そうだね。まあ、ハッシュタグっていうのは知ってますかね。はい、まあ、そういうのをつけてくださいよと。うん。うん。あとね、ここ大事な、ここ多分できると思うんですけど、はい、子育て関連のウェブサイトやブログに関連してって言って、はい、Facebook に子育てグループってあるんですよ。はいはいはい、
そこに多分ね、そこが全国探すと、はい、あの100か20、200ぐらいすぐあるんですよ、はい、そういうとこにあのまず参加するんですよ。あでそこであの漫画の、まあ、紹介をするんです。はいはいはい。すると子育てをしている人にがそこのサイトにグループに入ってますので、はい、ヒットする可能性が高くなるわけですよ。確かに。うん、グループあるでしょ、いろんなグループね、はい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 、それを検索してとにかくそこに入る。そしてそこに、紹介文を流す、はいはいはい、で読んでいただく、はい、という作戦があるんです。あだから今回 誰にするかというと妊婦夫婦やということだったんで、はい、じゃあ妊婦夫婦が集まるようなとこはどこなんだというと、今言ったようなあの妊娠とか、まあ、婚活でもちょっと広げると、はい、そういうようなところのサイトグループに入ってやるという、はいはいはい、ことですね。うん、うん、確かにですね、うん、なんか自分がこれからこうしていこうと思ってるけどっていう相談役になるなるんです。うん、ちょっと甘く見てました僕はもうこういうのをもう12月から使ってますので、あ、はい、だから割とこの質問力が必要になってくるんですよ。あ逆に。なんでこれはコンピューターがどん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 とこういうふうにそあの質問していくと、はい、うん、分かんないことを、うん、こう聞いていくんです。はい、はい、うん、例えば、はい、他にはなににかありませんかと。で、会話のように続けていけるんですね。他には何かありませんかと打ちます。はい、うん、はい、以下にさらにいくつかの方法を紹介しています。すごい、ね、いいじゃん、いい出たじゃん。ニュースリリースを出すという、はいはい、だから自分で新聞社にこれ出たらね、はい、新聞社に出すわけですよ、はい、だからメディアが拾ってくれてニュースにしてくれるんですよ、ただで、はいはい、そういったニュースリリースっていうのをやったらどうかと言われてるんですよ、はい、うん、あとコミュニティセンターなどの展示、地域のコミュニティセンターや自治体の施設などで漫画を展示することができます。また子育て支援に力を入れている企業や団体に漫画を提供することで、支援活動の一環として紹介してもらうことができます、はい、全国にやりたいんだったら全国の URL を知って、で私はこういうものですけれども漫画を作って、日本全国の男性がおむつ替えと何かをしてもらいたいと願ってその活動をしてますと、ぜひこの漫画を広めてくれんですかと言って、子育て支援の全国のあのとこがあるじゃん、はい、うん、そういうのを全部探して、はい、あのバーッと来るんや、一斉同士で、うん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 、ほんで拾ってもらう。確かに、うん、たくさん送れば確かに拾ってくれるのもありますよね、うんうんうん、でそこのとこになんでこれを広める必要があるのか、はい、どうしたいんかという世界観が必要なんですよ、はいはいはい、だけど世界観がなかったら、あ、お前儲けのために俺を利用するなっていうふうになるから、はい、そうじゃないんやろ、はい、うん、はい、世界観がいる、なんでこれをしようとしたかとか、はい、そんなためにかなり白井さんがこう自分がここに行き着いたお話ないし、はい、ドラマが必要なんですよ、はい、うん、あと7番、出版社に持ち込む。出版社に直接漫画を持ち込むことで出版される可能性があります。出版社に提供する際には読者の需要や漫画を選んで出版する際に重視される要素について調べ、それに合わせた提案をすることが大切ですと。あとインターネットラジオやボートキャストに出演する、まあ、今言ったライブに出演してますでしょ、うん、はい、こういった、まあ、ボトキャストとかいろいろあるんですけどね、はい、インターネットラジオやボトキャストなどの番組出演して漫画の紹介や子育てに関する、トピックを話すことで多くの人にリーチできます。これはね、あの倫理法人会で祖母さんというあの、ね、はい、あの女性の方がいらっしゃるんです、はい、100年なんとかいう、はい、それラジオやってるんで、ああそうなんですね、うん、また紹介してあげるわ、ありがとうございます、うん、FM ラジオやった、
ああ、なるほど。うん、はい、俺もそ、あの、そこに出演した。ああ、ほんとそうなんですね。うん、まあ、そういう子育ての分だったら、あの、30分番組でやってくれるんですよ。ああ、うん、はい、ありがとうございます。これらの方法を組み合わせて、漫画をより多くの人に広めることができます。漫画を広めるためには、自己プロモーションをすることも重要ですが、同時に他の人の話を聞いて共感したり、協力することが大切ですと書いてます。なるほど。すごい。他に何かないですかって、まあ、振っただけでこうやって返してくれるの。はい、だけど俺はもう、チャット GTP と俺の能力を使って、皆さんのコンサルティングをしようとしそうです、はい。なるほど。早いやろ、俺。早いっすね。はい。他の誰に聞くよりもこんな混ぜながら僕もやってることとかなんかをこうやって言うことによって多分白井さんはもうすごいあの今日は得たもんと思いますよ。いやもう間違いないですね。なんか人に聞くことってその人の経験だったりとか知識だけしかアドバイスがもらえないけど、うん、でもこうやって第三者にさらにしかも AI の、うんうん、AI でビッグデータがブワーッと来てそれでもって僕の、体験と僕の知識で白井さんにこれいいんじゃないかっていうふうに言うわけです。そうですよね。うん、ああもうこれは革新的ですね。だからもう俺いつでも言うんやけど、はい、世の中が変わるんやでってだけすごい変わるんですよもう本当に変わるんですよっていう、はい、昔のメソッドじゃなくって今のこういうものを使いながら、世の中を変えていく本当に黒船が来たと同じような、文明開化が起こっちゃうんですよということはこういうことなんですよ。いやみんなあんまり俺言うてもみんな分かってくれんねんけど、はい、みなんだ分からんけん今日こうしましたけど、はい、そういう文明開化の時代なんですよ、はい、うん、ちょんまげのぶ時代なんですよ。ちょきっとね。でちょんまげのけなんでいかんすよ。いつまでもつけとったらあかんすよね、うん、ほんで、俺はちょんまげのけて、こう、はい、歩きよったら、はい、もう非国民みたいに言うたりする人おるんですけど、はい、いやいや、もうほんまにちょんまげのけなんていかんけん、もう刀もやめようよ、って、もう平和主義で行こうよ、って、もう戦わんでもええよ、とか、うん、もう子育てせなんでいかんで、ね、男もとか、例えばそういうこと、はい、うん。まあ、例えばこういうチャット DTP が来ることによって、すごい働き方改革になった今日です。いやありがとうございます。今日めっちゃ体感できました、うん、できた。はい、みんな知っとるけど知らないよ。いやそうなんですよ結局、うん、僕は使ってなかったのでさらに、うん、Google でいいじゃないって思ってたぐらいなので、やっぱりこうやって自分が体感したら Google ではこれできません。できないですもんね。うん、Google ではこんなの答えてくれません、せいぜい人のどうやって絵描いたあの日経の中が出とるピューとこれがリンク先が出てこれまたこうリンクして、はい、また見て、はい、読んで、はい、っていうような程度で終わるんですよ。確かによく読まれてるものが上にいるのでそれを見るぐらいですもんね。う、うん、でもこれはチャット DTP は何がいいかというとこう対話しながら、はい、それでさらに踏み込んで聞いて、うん、で決してチャット DTP が全てではないので、はいはい、それで自分の気づきがあったものに対してあこれいただきとかこれはもうええわとか言いながらちょっとずつこう自分のアイディアとすり合わせていくという状態なんですよ。確かに、うん、なんかこうアイディアとアクションがそれで見えますね。ほんで早いんですよ、はい、これで、まあ、例えば1日かかることが、はい、あのもう1分で終わるんですよ。ですよね。だけんこう短縮なる仕事の短縮。うん、いやすごい来てよかったですけど。いやお待たせしたんでね。今日はかなりお待たせしたんでちょっとあのサービスで。ありがとうございます。日頃はこんな無料で教えないんですけどもうサービスで教えようと思って今日は。あ、ありがとうございます、はい、させていただきました。 ありがとうございます、はい、これめっちゃもう僕今から使っていきますでしょ。はい、はい、だけあとは質問力、はい、どんどん質問してやっていく、はい、うん、だから僕は倫理法人会の普及どうしたらいいかっていうことをチャット GTP に聞いてみたんですよ。はいはいはい、でいろいろ出たわけですよ。すごい。どんなことでもどんな角度でも答えてくれるんですか。何でも答えてくれる。まあ何でもではないんですけどね。そうですね。もちろん、まあまあ、あの未来のことは分かんないんですよ、はい、彼らはまだまだ分かんなくて、はい、過去のビッグデータの中から合わせていくっていうこととか、な
あと何言うかな、ちょっと著作権があるものについてはちょっとこれは答えられませんっていうので、はいはい、場合があるんですけど、はいはい、うん、あらかたのことは多少答えてくれるんですよ。うん、うん、いやこれはいいな、はい、ちなみになんか聞いてみたいことあります？知りたいこととか。知りたいこと、まあ今のことがそうなんだけど、うん、ああ、いやでも結構聞けました今日、はい、うん、はい、あの、うん、お母さんに聞きたいなと思ってたことも、うん、はい、ちょっと夫婦円満の秘訣を聞いてみましょうか。ああ、はい、どう答えるか。これも、あ、ごめんなさい、ちょっと音声がだいぶね、はい、だけ夫婦円満の秘訣を教えてください。もうこんだけです。夫婦円満の秘訣は人それぞれ異なるものがありますが、以下にいくつかのポイントを挙げています。コミュニケーションを大切に、お互いに気持ちをいや考えをしっかり伝えることで、誤解やすれ違いを避けること、相手のお話を聞くこともコミュニケーション大事です。相手を尊重する、お互いの考えや価値観に対して相手を尊重することが大事です。相手に対して、もう早い気にどんどん出てくる。そうですね。もう、読むより早い。理解して受け入れることは、お互い安心して話し合うことを進む。共通の目標を持つ、お互いに共通の目標を持つことで、協力しやすくなります。また、目標を達成することで、お互いに、成長することができます。お互いに良いところをフォーカスする。お互いに良いところを見つけ、認めることで、相手に自信を与え、良い方向に向かっていくことです。プライベートな時間を大切に、お互いにプライベートな時間を持ち、リラックスした、時間を過ごすことが大切。お互いに自己管理することで、より円満な関係を築くことですと言って書いたんですけど、はい、要するに男性も子育てに参加ということを呼びかけたいということなんですけれども、はいはい、これですよね。要するに夫婦円満になるためですよね、はい、ということはここですよね。5番目、プライベートの時間を大切にする。お互いにプライベートの時間を持ち、リラックスした時間を過ごすことも大切ですということで、奥さんがリラックスした時間を持てなかったわけですよね、はいはい、おむつ替えから何からも全部、はい、だからおむつ替える時間帯とか何だったっけ、ほか、あとミルクを飲ますこと、ミルクを飲ますこと、あと抱っこすること、抱っこすること、はい、こういった時間を、はい、あの奥さんからちょっとこう分け与えてもらうことによって、はい、まあ、手助けすることによって、はい、奥さんが自由な時間を持てるんですよと、そうです、そうです、いうことは夫婦円満の秘訣ですよということになるわけですね、はい、そうです、そうです、あ、こういうふうになるんですよ。こういう着地日にこうしたら、こういうこともお話の中に入れていったらいいと思うんですよ。そうですね。なんかこうボキャブラリー広がりますよね。でしょ、うん、ほんで発想が広がることによって、はい、白井さんがしようとしよる、ただ単に男性おむつ替えしましょう、抱っこしましょう、ミルクをやりましょうっていうだけでは広がらないと思うんですよ。はいはい、うん、それでは魅力がないんですよ、はいはいはい、でも、うんうん、僕だったら、うん、夫婦円満の秘訣、子育て夫婦の、夫婦円満の秘訣を、例えば講演するとか、はいはいはい、っていう中に子育てはこういうのがありますという自分の体験も踏まえた講演を作ってやると、はい、こう子育て中のこう夫婦に刺さるじゃないですか、はい、うん、で円満の秘訣なんかも言えばいいんじゃないですかね、うんうん、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、それとか漫画を5章まであって3章は無料で読めるようにするということなんですけども、はい、あと2章を、はい、まあ有料にしてっていうことなんですけど、はい、その全部合わせたやつを有料としてね、はい、有料にして販売しようということなんですけど、はいはいはい、その場合にあの僕はそれだけでは弱くて、はい、そこに白井さんのお話1時間バージョンをプレゼントとしたことです。そうなんです。そこを今からあの例えばバーコードとかで作っとって、そこに自分の何かプラスアルファのものを引っ付けてっていうこと、買ってくれた人には漫画ももちろんなんだけれども、はいはい、だから電子文庫で売るんだったら何でもできるじゃないですか、はい
それをピョンと つけてあげて、はいはい、で夫婦円満の秘訣っていう、はいはい、うん、っていう、まあ、あの講演、はい、っていうのをつけたりと思うんですよ。そうですね、本当あのやりようはいくらでもあるかなと思って、うんうん、もう本当にこういうあのライブ配信もそうですし、はい、あのいろんなものに慣れていって、うん、あの SNS とか動画作りだったりとかそういうものを、さらにプラスアルファ自分の作った漫画に引っ付けて、うん、あのプラスアルファの価値を持たせていきたいなとは思ってます、はい、でね、はい、私アイデアですけど、はい、子育てのそのおむつ替えしましたとかそういうのを何かただいや なんかこうラジオ体操のハンコじゃないけど、はい、今言った表にするっていうかなんか目標夫婦で決めることが大事ですって書いとったんですよね、はい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 、ということは目標をもうしましょうと夫婦でこうやって話し合って、はいはい、今日はできたよねおむつ替えもやったあなたやったよねって言ったらなんかこう丸つけるような表も差し上げるとかね。うん、うん、あれ表を自分で作れるように見えるんだけども、めんどくさいんですよ。確かにそうですね。それがピュッとこうその PDF で流れてくると、はいはいはい、うん、なるほど、おむつ替えなんとかふあのチェック表を言ったらちょっと硬いんだけど、なんかこう、はい、言葉を変えてね。はいはい、でやりましょうとか言って夫婦で一緒に、だけ夫婦で一緒に楽しみながら。うん、子育てをするというこうメソッドというか、はい、アイディアというか、はい、何かを白井さんの漫画から得れるようなものにしてもらえたらええなと思うんですよね、はい、子育てを楽しくする、はい、何がテーマかっていうと子育てが楽しくすることをテーマにした方がうん大きいフレームでもってこう夫婦で話し合ったりコミュニケーション取れるなんか仕組みをちょっとこう入れ込んであげたらちょっと手助けできるんかなっていうふうに思いましたよね今。あ、はい、うん、ちょっとそういう発想も、はい、参考にさせていただきます、はい、でさらにもっと真骨頂であります、うん、個性学をそこに入れ込んで、はいはい、これも有料になりますけれども、はい、夫婦お互いの個性を知ることによって、はい、子育てもすごくこうお互いが分かり合って育てると、はい、フラストレーションも少なくなりますよということで、はいはい、診断はこちらということで、はい、それもやっぱりね、あのボランティアばっかりではいかんと思うんですよ、はい、やっぱりその儲けることは悪いことではないので、はい、ちゃんとお金を払ってもらうところは払ってもらって、はい、興味のある方が動線、要するに流れを作っておかれたんです、はいはい、だけまず漫画の無料があるじゃないですか、はい、そこでもうちょっと読みたいという人は漫画を買いますと、はい、で漫画を買って、はい、子育てのなんかこう白井さんの動画も一緒についてきますと、はい、でそこには個性心理学をすることによって、はい、奥さんのそういう性格も分かって、はい、夫婦円満になったような話したじゃないですか。 はい、あれいいと思うんですよ。 ありがとうございます。ほんでさらに、はい、それを実際に、ネットでもできるんですかね、申し込みは。はい、ネットでも、はい、できます、うん、ネットで申し込みができる URL をこちら、はい、これはもうお金をちゃんといただいてしますよという、はいはい、そこまでいったらちょうど流れとしてこういうふうにできるんじゃないですか、はい、全然違和感ないじゃないですか。そうですね、確かに僕の思いとしてその夫婦で、まあ、子供が生まれる前に個性心理学のもし可能なんだったら受け取ってもらった方が後々の喧嘩が減るとは思うので、うんうん、はい、もうそこまで言ってくださったらすごく嬉しいですね、うん、でも成功のイメージっていうか、はい、白井さん自身がイメージがなければ、はい、そこには行かないんですよ絶対に、はいはい、お客様はそこまで行きません、はい、だって作ってる本人がイメージがないわけですから、はい、でも今の動線を作ってイメージをすることによって、はい、そうなるんですよ、はい、うん、
ほんだらホームページ作ろうが、人前で喋ろうが、はい、何しようが、すべてイメージが出来上がっとるんで、はい、これ一セットなんですよ。はい、うん、で一セットを作れるかどうかが商売の鍵なんですよ。あ、はい、うん、でも大体ボランティアとかなんかの人は漫画だけ作って終わりなんですよ。はい、で広まらんし、はい、うん、はい、それで終わるんですよ。はい、うん、流れが大事なの、流れ。そうですね、うん、はい、ちょっと今も、はい、他の人と相談しながら、妻も、まあ、あの不正心理学の方をやられてますし、うん、あのその流れをこうきれいに流れていくように整えては行かせてもらっているので、はい、はい、うん、深川さんからそのお話も聞くことができて、間違いないんだなっていう、あ、はい、確認ができてよかったです俺勝手にあるごめんなさい、ちょっとあの質問を受け付けます、今から。今から、はい、あの結構勝手にをね、進めてしまったけど、ちゃんと聞いていて。いえ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 、でも本当、はい、十分あの聞きたいことは、はい、そうだ、いただいたので、はい、ありがとうございます。まあまあ、そんな形でね、今日はライブ終わりたいと思いますけれども、はい、まあ、約1時間ぐらいになったんかな。あ、そんなに喋ったんですかね。うん、まあ、来てからね。はい、あ、そうですね。うんうんうん、はい、まあまあ、こんな形で、僕のコンサルティングはこうお話し合いをしながら、いろいろとなんかこう解決できたらいいなと思っておりますけれども、白井さんいかがだったですか。はい、まあ、即興でやりましたけども、もう全く打ち合わせも全くない中であの、いや本当にお母さんいつも突然ですからでも本当にあのやってみてよかったです。はい、はい、あのやっぱ何でも経験だなと思いましたし、そのやっぱ体感することで、これがこういうふうな意味があるんだなっていうことがすごく分かったので、うん、はい、これからあの活用していきたいと、はい、すごく思いました。うん、はい、ありがとうございます。で、ライブも、はいはい、あ、こういうふうにね、はい、もう何もね、あのパッとやるっていうのは大事ですよ。うん、なんかだから、あの倫理法人会の中で、はい、気づいたらすぐするっていうあるでしょ。はい、うん、あの今日は最良の一律、今無二の好機っていう、この第一条があるんですね。はい、今日は最良の一日なんだと、はい、もう最後の一日で、はい、今は無二の好機、要するに今がチャンスですよということなんですよ。もうチャンスは広がってるんですよ。はい、でもその今のチャンスを生かしきってない人がもう100人おったら100人なんですよ。でもこうやってライブやりませんか、白井さん、やりますって答えましたよね。はい、これが無二の好機で生かしたわけですよ、今ですね。まあ、声かけられなかったらやることなかったと思いますから。でもやらない人が 5人おったら、はい、やる人が1人ですよ。 あと4人は、まあ、10人おったら1人かな。あ、やらないですよ。はい、でも白井さんやるって決めたんですよ。はい、これが好機を生かすことなんですよ。だから天使のあのあれは前髪はないはないっていう、はい、うん、まあ、そんなことでほんまにつかめるかどうか、はい、うん、なんですよね。いや、いつもありがとうございます本当に。はい、まあそんなことでね、はい、これ一旦止めますけども、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わっ上司っていう形で終わったと思います。はい、ありがとうございます。ね、本当にいい経験になりました。うん、なんかもう途中忘れますね。まあ、そうそうそう、ライブはね、いいんですよ、それで。あ、別に、あの、今日はそう、あの勝手にやっただけなんで、あの、はい、そんなに何もない中でやったんですけど、うん、すごい終了。